はじめまして、ネオモンゴル一派の山本です。今回使っていくポケモンはこちら、ゴローニャです。高い防御力と、ガチ強特性の頑丈を持ってるポケモンなんですけど、今回は電気玉投げつけるプラスステロ型で使っていきたいと思います。他にも頑丈プラス投げつけるステロを使えるポケモンはいるんですけど、麻痺した鉄の包みとかパオジアンより速いっていうのはもうゴローニャだけなんですよね。そういう感じで採用しました。それでは対戦行ってみましょう。はい、マッチングしました。相手がグライオン、ドヒドイデ、ハピナス、クレベース、チオン、ジェンドー。これまた受けループっていう感じやな。となると、いや、これは受けループなら受けループで、そして天然もいい品やろから、これは積んでなんとかなる系のやつじゃない？相性いいかも。っていうことで、初手がゴローニャからいって、で、そうやな、海竜がラムの実持ってるからちょうど良さそうで、ラス位置にハバタック神かガチグマ、そうやな、ガチグマの方がいいか。瞑想持ってたらハバタック神入れてたんやけど、ガチグマでいいのか。初手、そうやな、ガチグマやかな。行こう。これで対戦よろしくお願いします。初手はドヒドイデか。これどうしよっか、トーチカとかくんのかな。初手いきなりトーチカはないやろ。投げつけて、もしあのグライオンとか、熱湯とか、熱湯はそうか、回避されてないのか。だから冷や水とかやってもよくて、そうやな、投げつけで。お、グライオンとかならでかいんやけどな。どうかな、これ。お、グライオン来た。これはでけえぞ。相手をポイズンヒールにさせなかった。ヒゲ、よし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 、これでポイヒ発動しない。いやー、地面タイプはね、一応麻痺するんですよね。よし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 。で、ここはステロを巻いとくか。よしよしよし、仕事してるぞ。で、身代わりとか守るとか、そうか、身代わりがきついのか。自信、オッケー。全然耐えるぞ。っていうことで、じゃあ爆発して、お役ごめんといくか。さらば、ゴローニャ。いや、大仕事したよ。これ、どんだけ効くんやろ。お、これはどうなんかな。HB ではなさそう。いや、さすがにゴローニャ舐めすぎか、それ。お、いいね。これはあんまり意味ないけどね。となると地震で毒、あ、1枚絶対できるぞ。これは毒でも、ラムの実があるし、地震は効かないしで、竜の舞一回行きましょう。これ、そして浮かるやついんのかな。竜の舞いいぜ。できればこの対面でも麻痺してほしいな。いけるか、どうすか、お相手さん。ああ、毒来るか。大丈夫大丈夫。一応こっちはね、ラムの実あるんで。さあ、ラム持たせててよかったわ。うめえ。さあ、神速かな。テラバーストはまだいいか。神速かな。そうっすね、神速で。あ、引っ込め。となると、誰出てくる？ドヒドイで、そうか。地震打ちたいね、これは。お、ここさ、ここ、トーチカーやんな。絶対トーチ、あ、レッドカード、マジか。いいアイテム持ってるな。なら、こっち、ガチグマなんやけど。さ、瞑想打つかどうかやねんな、これ。ここ、そうやな、ブラッドムーンが心眼で透かされる読み、瞑想行くか。トーチカ読み瞑想、そうやねんな。瞑想で引っ込め。なんだと、これは誰に引ってくる。ハピナス、なるほど。あれ、クルーハピナスと対局みたいなポケモンやな。さあ、瞑想一回積んで、
これブラッドムーンどんだけ効くんやろ。ハピナスは毒はないからな。さあブラッドムーン行くか。真空波じゃなく瞑想、もう一瞑想、いやブラッドムーンかな。さあ行ってこい。どんだけ効く。あ、瞑想、君もか。瞑想で殴り合ったとしてどっちが強いんやろ。これホコタテ対決みたいなの始まったの急に。さあ行ってこい。勝った、強っ。そんな強いんやこいつ。じゃあこっちも瞑想します。相手そうか、そんなに強いんや。ハピナス舐めてたな。卵海いいよ。こっち瞑想で良きタイミングで真空波当てたら、まあ抜群で持っていけるかな。瞑想と卵海となんか冷凍ビームなりなんなり特殊技1本持ってそうやんね。瞑想 OK、 積み合いなら負けんぞ。こっちもさ積みまくったら真空波で裏落とせるよな。毒積みいくか。さあ相手次のターン何してくるか問題あるよね。一応3-2状況ね。もう一回瞑想いこう。瞑想いいね。お互い6段階まではひとまず積み合うか。いいぞ、やろうやない。さあそうやな、これで4段階、向こうが3段階。これ次のタイミングで引いてはこうへんやろ。もう瞑想 OK。 そやな、今さら引いたところで事故が起きるだけやから。相手に真空波まだ見せてへんのもでかいわ。さあ瞑想積みまくろう。ハピナスってそうやんな、なんか固定系の技って火炎玉投げつけぐらいしか、あ考えてるねぐらいしかない気がすんねんな。あと地球投げとかで、地球投げは4回受けられるから、さあまあこっからよね。ここからまあまずは瞑想じゃない、ブラッドムーン打って、次に真空波のタイミングが大事よな。ブラッドムーンで瞑想いいよ。ここテラスタル切り時やったかもしれんな。さあ飛行テラバーストをどこで打つかっていう、打つとしたらこのハピナスもしくはっていう。あ勝ってえな。真空波で殴るか。真空波ブラッドムーンやってか。勝った。待て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 、火炎放射いいぞ。こっちも硬いとなれば、まあここ卵産みタイミングやんな。いやまあブラッドムーンか。あ火炎放射、あそれは全然ありがたいぞ。さあブラッドムーンこんだけ、向こうが次卵産みやんね。テラスタルもノーマルテラスやから、いつ切るかっていう。今のタイミングで切ってて、打つ、次、真空波じゃ削り切れてなかったから、そうやな、月の光しとくか。卵見、オッケー。ここはね、お互い回復し合いましょうや。向こうが卵見、今2回やってる段階よね。でそうやな、まあ、ブラッドムーン打って、こっちってさ、いったそっちが先に急所当てんの、ちょっとずるいよそれ。待て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 、火炎放射、瞑想卵海、火炎放射瞑想卵海やろ。一回舞うしかないよなこれ。やけど、そうやねんな。何が残ってんのよこれ。一発耐えるに期待して竜の舞しかないか。これしかない。さあ頑張ってくれ海竜。
6上昇とは言えよ、とは言え、シャドーボールか、これ、うわ、あーでも飛行テラスやったわ、結局、耐えて、おお、耐えるじゃん、特防ダウンはもはや意味なし。ここは、テラバースが一番効く。さあ、頑張ってくれ、海竜。ドヒドイでは、倒せるんじゃないかっていうので、テラスタル切って、さあ、どんだけ効くかやな。相手のハピナス特防硬すぎる気がするから、でえテラスタルでノーマルテラスじゃないゴーストとかでさ神速避けてこうへんか。相手のテラスはゴースト、よし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 、セーフ。首の皮一枚。かつ相手のドヒドイデとかにテラスタル切られへんっていうし、なんていうの、安心材料も増えた。よし行ってこい海竜。さあどんだけ効く。よーし偉いぞ。よし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 。そして誰から来る。相手がもう麻痺してるグライオンとで羽休めもなくなってるからね今のグライオンって。でドヒドイで OK でここ地震でいいのかな。いいかテラバース、いや地震で OK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 。 どんだけいく、持っていくか。よし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 、えらい海竜強いぞ。ラス1で、麻痺した。あ、対戦ありがとうございました。2連続で切断されてるな。対戦ありがとうございました。また見てください。ご視聴ありがとうございました。